それはいつ頃からやってるんですか、このスイングって。今2階です。あ、レッスン行ってるの、すげえちゃんとしてる。でも2階だけで、ちょっとその時どうかなって言って見てもらって、はい、大体こう弾きがちなんですけど、こうやって弾けるようにしたりとか、腰を回す練習です。こっからでもなんかアメリカの人っぽい。あ、本当ですか。うん、打つ時にはもう後ろにお尻が見えてるぐらい。左のお尻も引くってことでしょ。そうです。へえ、それは練習ドリルの一つなんですか。はい。でもこれはね、ちょっとやっぱ先生に解説してもらう方がいいね。純ちゃん、はい、今日は、ゴルフネットワークさんが、はい、主催されるイベントに潜入取材したんですけれども、はい、その中の先生方にちょっと短期間でいろいろ教えてもらおうの会。お、お、教えてもらおうの会。はい、で第1弾この竹内先生。竹内先生、あ、お茶目、お茶目。そういう有名ですもん、ゴルガの純ちゃんって。そんな知ってるんですか。知らないほどもいないでしょゴルカの純ちゃん。ゴルカの純ちゃん。嬉しい。いいっすよね。なんか純ちゃんっていう固有名詞なんですね。純ちゃん。純ちゃん。ありがとうございます。あの竹内先生、今日はこの限られた時間10分間で、はい、純ちゃんに教えられる飛距離アップ、純ちゃんならこれじゃないかなっていうのを教えてください。もうバッチリあります。あれも早い。もう純ちゃんのためにあるようなもん。すごい。だってもうインスタ見てるって。インスタしか見てないから。じゃあ私がどんなスイングでもっとこうしたら飛ぶのになみたいなのは完璧でしょ。完璧、はい、はマラソンの走り方ぐらい分かるぐらい知ってる。すごい、最近の足のこういう使い方ぐらいまで分かるから。へえ、すごい。マジで。でも私の骨格とか、骨格を知らないから使い方をよく、はい、OK、もう知ってるってことなんだ。10分で飛ばせばいいんでしょ。はい、はい、終わりでしょ。お願いします。たった10分で飛距離アップだ。はい、おお、はい、お願いします、はい。リンゴルフの視聴者の人が、あの竹内先生、その短い時間で教えるのめっちゃうまいっていうふうに言ってたんで。催眠術みたいな、はい、すごい乗ってきた。あ、飛ぶ気がする、はい、うん、早い、催眠術から始まった今回催眠術で、はい、3分後に仕事が始まるんですよ。はい、はい、あ、そうなんですか。だから次の10分でやればいいんでしょ。うん、ウルトラマンだよ。あと10分でやればいいんでしょ。じゃあまた後で。そういうこと。打ってて。打ってます。じゃあ仕事行ってきます。あ、はい、さあ、純ちゃん休みなく3人目。3人目。え、何やってるんですか今は。純ちゃんの伸びしろを学んだんだよね。むちゃくちゃあるでしょ、伸びしろ。本当ですか。よし、行こう、よし、行こう。はい、じゃあ打ちます。もうすごいいっぱい打ちましたよ。はあ、もうすでにドライバー。はい、じゃあ飛ばしましょう。素敵。そりゃインスタ映えするわ。で、なにこれ以上飛ばしたいと。オッケー。もう一回、うん、あと飛ばせばいいでしょ。はい、はい、もう十分飛ぶからいいんじゃないのこれ。あいついてない。いつも通りまずポーンと。いつも通り行きます。出ない。絵面が絵面が欲しい。もういや、結果もう結果もう俺の話聞いたら飛んじゃうからね。でもね、だって飛べばいいんでしょ、ボールが、はい、飛べばいい。もう絶対飛ぶから。ボールを飛ばす一番簡単な方法、はい、左の足のかかとをこのダウンスイングでここでガーン踏むの。そうそう、こうガーンで、こう踏んでからカーンって打つ。イメージわかんないでしょ。はい、これもっと打つから俺さ、でも俺こうでしょ。やばい。こう来ます。インスタ映え。このバックスイングして一番最初にやることはこのかかとちょっとなんか見えた。こうやっていくわけ。これを踏めば踏めば踏むほど飛んでいくから。はい、踏む、まず、はい、まず踏む、まず踏む練習から。まず踏む練習、はい。でトップいくでしょ、うん、トップ。お、いいね、うん、トップでしょ。トップ行って、手を後ろで忘れてよ、忘れてかかと踏んで、あの、そのマルチ踏まないと鳴らないから。はい、お、いいね、いいね、いいね。ちょっと待って。 OK?
回、うん、上げます、手を忘れて踏む、そう、踏んでから降りる、そう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 、そうすると力が全部ボールに集約されるから、へえ、そう、まずは踏む、そうそうそう、これまずイメージ1で、イメージ2がある、2は次は手の動き、はい、で、あ、壊れた、おーい、おーい大丈夫大丈夫、これ手はこう持って左手の3本でこう持つでしょ、はい、でこうバックスイングして、これ踏んだ時に次はこの3本指を持つ、一緒に、うん、大体一緒、約一緒、はい、はい、イメージつけて左手の3本で持って、うん、上げるよ、上げて踏むと同時に3本指をつけて、いいね、うまい、そう、キュッて完璧もうそれで歌飛ぶから、やばい、この動画を撮りたい、もう音に集中ね、音に集中して上げて、手はまずダラーンとしておいてよ、オッケー、はい、ダラーンとして、そうそうそう、でも一気にいくんだよ、一気にドーンだよ、はい、いきます、はい、音に集中してよ、はい、せーのいいね、いい、何が起こるってことが大事、何も起こらなかったら何が大事から、いいね、あ、これはね、俺は今のもう力出るから、分かった、 OK よし、行こう、これまあ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 、踏み込みね、うん、手はこう買っとくんだよ、上で、はい、はい、せーの、おお、もうどん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 踏み込めば踏み込むほど力が出る、できてたのかな、数字出ないから分かんないけどね、うん、手に感触が来ると思うよ、手にが重たかったです、すごいボールが、踏んでね、はい、そう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 、とにかく踏んで力を出すの、踏んで打つ、そう、踏んで打つ、踏んで握って打つ、うん、打っちゃっていいよ、踏んでね、はい、せーの、上げて、そう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 、踏めば踏むだけ飛ぶと思ったらいい、踏んで、あ、いいじゃん、今良さそう、よし、じゃあ俺は仕事戻るわありがとうございましたそんな感じで、はい、限られた時間の中ありがとうございました。あの先生のレッスンってどこで受けられるんですか。僕はこちらヒローゴルフインパクトでございます、はい、ここです、こちらです、はい、ここで受けられる、出るでしょうか、ね、はい、ヒローゴルフインパクトです、ね、はい、入れます、こういうやつとか概要欄にリンク貼ってます、ヒローゴルフインパクトです、連絡すればあの受けることができる、待ってます、はい、待ってます、よろしくお願いします、いろいろだね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、じゃあ僕ちょっと仕事してくるから、はい、いってらっしゃい、ありがとうございます、行ってしまった、しまったことがやっぱ踏まれてたなんかね、いろんな先生がいるんだね、もうこれはちょっとやっぱ、うん、タイミングちょっと練習しない、踏んでからじゃないですか、踏んでからなんだけど、うん、バチってなりましたね、うん、ってことですよね、うん、でも距離がさ、見えないから分かんないよ、分かんないね、今日はちょっと距離計があれでした、あれでしたね、踏む、踏む、体がついてこない、そう、体がね、すごい腹筋使わないといけないんですよ、男性だったらいけるちょっと振り遅れちゃってる、今回はゴルフネットワークさんのサービスでワンタイムレッスンという、1回単位でレッスンを受けられるというサービスのご紹介ということで取材にやってきました、都内80カ所にあるそうで、まあ、気軽に1回単位でレッスンを受けて、まあ、自分で考えてやるよりもやっぱりプロに教えてもらって自分の悪いところとかいいところとか理解しながら、練習していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに、まあ、今回受けてみて感じました、皆さんもぜひゴルフネットワークさんのワンタイムレッスン検索して、受けてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。